もうなんでこれ千代子になったのかっていうさ、うん、話あるじゃん。これなんで千代子になったんだっけ。これはあれだよね、スバジョコルーナで、うん、あれよ、スバルのさ、ライブのさ、あれでさ、うん、集まってもらったよ。そうはい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 、ちよこ遅れてきたじゃん。ちよこさん、ちよこさん遅れてきます。ちよこ遅れたんですよね、あの収録。ちょっとなんで遅れたんでしたっけ、ちよこさん。なんでだったかな。確か車がタクシーがちょっと渋滞はまっちゃったか、チョコが、ねうんうんうん、寝坊したかどっちかなんだけど。寝坊だろ。ね、はい、すいません。チョコが寝坊しました。それは。待ってる時に二人で。チョコセーって呼んでたんだよね、控え室で。そう、なんか遅れた瞬間に、チヨコってね、生まれた、そこから。そう、そこで生まれたの。あ、なるほどね、寝坊のチヨコと。そう。あ、じゃあ、二人がチヨコって呼ぶときは、チョコが寝坊したときってこと。そこから気に入っちゃった。あ、気に入っちゃったのね。気に入っちゃったよ。ねるな。そう、気に入っちゃったんだけど、チョコ先生的にはこの呼び方はどうなの？いや良い？まあ、ちょっとね。どう？実際。え、ちょっとなんか親近感深まったな感はあるけどね。親近感深まった。何それ、ちょっと。なんか嫌じゃないけど。嫌じゃないけど、二人以外には呼ばれたくない感もあるね。ちよこやめてよ。いや、私じゃないって。私あの、シュバが消えました。ちょっと待って。